日本伝統音楽研究センター第58回公開講座をオンラインにて開催いたします。司会を担当いたします当センターの藤田孝則と申します。よろしくお願いします。本日はただいま画面上でこれからお見せする資料をお手元にダウンロードできるように用意してあります。この YouTube の説明部分にあります URL をクリックしてダウンロードしてご覧ください。それでは本日の趣旨から説明いたします。能楽のして方には観世、宝生、金春、金剛、喜多の五流がありますが、いずれも現在はその拠点が東京にあります。各流派の家元宗家が東京に集中しているという状態です。五流のうち金剛流だけが東京以外の地、つまりここ京都を拠点としてほぼ1世紀にわたって活動を続けてきておられます。ということで本日は金剛流の謡を取り上げて公開講座といたしました。それでは本日の紹介、講師の方を出演者の方をご紹介します。まず謡ですが、金剛久典さん、です。経歴は、そこに記しました通りです。大変大きな芸で、私たちをいつも感銘にいつも感銘を受けております。そして、謡もう一人方が金剛辰徳さん、関西の能楽界の若手として大変幅広く活動しておられます。そしてもう一方は川村勝さんです。大鼓方石流の演奏者として大変気迫のこもった演技で活躍しておられます。このお三方に今日は実演をしていただきしたいと思います。それから途中に SP レコードを挿入させていただきます。それも実は今日は金剛流で、の方に出演していただくんですが、この金剛金之助、そして金剛岩尾というこの2人のお声を聞くことができると思います。それから私が司会ですが、その他に永原淳子さん、大西秀則さん、高橋陽子さんにご講演のをいただきたいと思っております。それでは本日の番組ですが、本日第1部、第2部、第3部となっておりまして、第1部は秋の曲を聴くということで、野々宮を中心に、SP 音源も披露したいと思います。そして第2部は金剛流の強銀と題しまして、花形見の癖、そして、あたか勧進帳の SP レコードを聴くということにします。そして第3部は一丁となります。本日の、メインのイベントになりますが、あたかの勧進帳の一丁を、今後ご宗家とそして川村勝氏によって演奏していただきます。それが終わりましたら、インタビューを演奏直後の川村勝氏そして今後先生方に、させていただきたいと思います。以上のように進行させまして、終了が16時を予定しています。少し長引くかもしれませんが、どうぞご了承ください。はい、それでは、早速第1部に入りたいと思います。秋の曲を聴くということで、まず永原さんから解説をいただきます。そして演奏と続きます。ではよろしくお願いいたします。こんにちは、解説を担当いたします永原淳子です。よろしくお願いいたします。
それでは、野々宮の、能の概要とあと、今日歌いを、お聞かせいただくその指し癖の部分のお話をさせていただきたいと思います。非常に有名な曲ですので、もうよくご存知の方もいらっしゃると思いますが、野々宮の、曲の主人公は源氏物語に描かれる六条の御休んどころですね。で、まあ、葵の上という能もありますが、非常にいろいろ生涯いろいろな逸話を、まあ、源氏とともに残していて、魅力的であり、その女性の生き方としては本当に、まあ、共感したり同情したりいろいろな場面が描かれるわけですが、まあ、かいつまんでいろいろお話をすると、もともと六条は天皇の息子、いわゆる東宮ですねと、結婚してるんですけども、その東宮がお亡くなりになってしまって、で、もともとは本当にそういう高貴な身の上で、そして安泰したその暮らしも、もう約束されていたようなそんな地位だったのに、東宮つまり旦那さんが亡くなって、悲しい、そんな状況の中に源氏物語の光源氏が登場して、見初められて、さあその幸せもつかの間、源氏物語の中のその光源氏が、正妻である葵の上と結婚したことによって、自らのこの位置が危うくなるわけですよね。で、ご存知、葵祭りの中で、葵の上が乗った車と六条の御休んどころが乗った車、いわゆる車争いの場所ですけれども、そこで、まあ、恥をかかされて、で非常にショックを受けて、でそこからこう物語、まあ、葵の上で描かれるように物語が展開していって、葵の上を、まあ、生き霊のようなものが襲って、その正体が六条の御休んどころなんじゃないかというお話が、ご存知の方は非常にスペクタクルを感じる部分だと思いますが、で、そういうこともあり、源氏と六条の御休んどころのこう仲が疎遠になっていって、その後日談としてこの描かれるのが野々宮の場面ですよね。六条の御休んどころの娘が細工として伊勢神宮へ伊勢へ赴く、その前のお話で、野々宮にひっそりと六条は今暮らしをしていて、光源氏がそこを訪れます。で光源氏の手には榊の枝があります。実はこの今からお伝えするこの指し癖のお歌いの前のところにですね、源氏が榊を持って、来る場面がありますが、この榊が常緑であるというものに対して、今季節は秋です。もちろん今、皆さんお持ちの野々宮の指し癖の詩章をご覧くださっていると思いますけれども、その真ん中あたりに癖とありますが、その癖の2行目あたりですね、秋の花みな衰えて虫の声も枯れ枯れにとありますが、源氏のもの持ってきたその榊の常緑に対して、もちろん、目に映るもみじたちは、美しいものかもしれませんが、それに対して人の一生、六条もそう源氏もそう、人の一生の常、そして人の気持ちの常も常ではないというふうな、常緑の榊とこう秋の景色の美しいながらも、衰えていくっていうふうな、そういうものも対比してこの歌いは描かれているのではないかなと、そこも一つ楽しみにしております。そしてですね、前して、まあ、腹式無限能ですから、最初は里女として、なんかその野々宮のお話に詳しい女として登場するわけですけど、前場では里女としてあくまでも物語として里女が六条の御休んだ頃の一生を振り返ります。この指し癖の部分がまさにそうなんですけども、ですから資料の4行目あたりでしょうか、して歌い心の末のなどやらん、
源氏の心変わりはよくわからないけれど、いつの間にか源氏と離れ離れになってしまったっていろいろあった事件のことを非常にこう遠回しに言っていて、この物語を具体的な物語を知っているからこそ、このなんかわざとぼやかして、表現するこのサシとクセの歌いの中で、帝に先立たれてしまったこと、それから源氏と出会ったこと、そしてあの車争いでショックを受けたこと、その後いろいろな出来事を知っているからこそ、このあくまでも物語のように語られるサシとクセのこの一期一会に、我々はいろいろなものを想像することができるのではないかなと思っています。はい、それでは、野々宮の歌いを、金剛久典、辰徳、金剛辰徳の連吟でお聴きください。光る
ありがとうございました。それでは、続きまして、金剛先生の先々先代の SP レコードなどが残っておりますので、大西秀則さんに、この SP 音源の解説をいただき、引き続きお聞きいただこうと思います。それでは大西さん、よろしくお願いします。はい、大西でございます。よろしくお願い申し上げます。これからですね、非常に古い、大正2年に録音されました、ミーデラの録音をお聞きいただきます。演奏は金剛金之助さん、それから金剛岩尾さんですね。このお二方の演奏になります。それで、まあ、このレコードどういういきさつで録音されたかということを、まあ、簡単に、ご説明したいんですが、大正元年の7月31日、明治が終わりまして開元して間もなくですけれども、京都に東洋蓄音機株式会社という、レコード会社ができます。ラクダ印オリエントレコードというのが、この会社のレーベルなんですけれども、新しいレコード会社で、まあ、いろいろ自分のところで、商品を作り出さなければならないということで、京都ですからまず最初目をつけたのが祇園の芸妓さんたちですね。この人たちによる地唄であったり、羽唄、俗曲といったような流行り歌、こういうものをたくさん録音されます。続きまして、やはり当時非常に人気のあったなにわ節ですね。このレコードは、大阪の浪曲親友派の、代表をしておりました岡本鶴次という人のなにわ節ですね。これも何枚か入れております。そして次にですね、この東洋蓄音機が目をつけたのが、歌いのレコードで、やはり京都という場所は、歌いの盛んな土地ですから、非常にまあ一定の需要をまあ見込んだと思われます。それで、このオリエントレコードが目をつけたのが、金剛流ですね。金剛金之助、金剛岩尾という方々に依頼しまして、
合計19枚のレコードが、作られました。でこのうちのまあ3枚は、当時、まあ、京都に来ていた、下掛宝生流の宝生信という方の、録音も3枚含まれておりますけれども、オリエントからは、合計19枚のレコードが出ました。なぜまあまず洋曲のレコードを作る上で、目をつけるのは観世流ではないかなと思うのが、まあ、自然だと思うんですけれども、京都の片山黒三郎が明治の終わりにもうすでに日本地根記商会日本の本から、10枚ほど洋曲のレコードを出しておりますので、その辺のまあ絡みもあったのかも分かりませんけれども、オリエントは金剛流を選んだ。もしかしたらこれは推測でしかありませんけれども、このオリエントレコードの関係者に金剛流のお弟子がおられたというようなこともまあ考えられるかなと思うんですが、この点につきましてはちょっと何とも分かりません。でもう一つですね、この当時は複写版というコピー商品をのレコードを作ることがまあ半ば許されていた時代でありまして、この東洋地根記株式会社は複写版のレコードも作っておりました。それで観世流宝生流につきましては、梅若万三郎であったり、あるいは大西関節であったり、それから宝生九郎のレコードを予想が作ったものをコピーしてですね、まあ、今日ではちょっと考えられないんですけれども、これらの複写版も12枚、作りまして、当時のレコード会社としてはこれだけの洋曲の品揃えを持ってるというのは、まあ、日本随一と言えるような、まあ、ある意味気楽な商売をしていたわけです。でその中でまあ、どういう理由があるにせよ、その金剛流の金剛金之助金剛岩尾のレコードが、これだけの数残されたというのは、これはもう非常に評価されていいんじゃないかなと思います。で今日は、その中から、この秋の曲ということで、三井寺を、これがレコードですけれどもこの三井寺をちょっと3分ほどの録音ですけれどもお聞きいただきたいと思います。はい、それではよろしくお願いします。Oh.
それでは第2部は強銀を聞くといたしまして、花形見の癖を中心に、進めてまいりたいと思います。それでは、まず花形見の、歌いに先立ちまして、永原さんに花形見の内容と場面をご紹介いただこうと思います。よろしくお願いします。それでは、花形見の解説をいたします。よろしくお願いいたします。物狂いの先ほどの野々宮と、違いまして、こちらは、物狂い現在能の中の、物狂いを取り扱った能の一つになりますが、親が子を探す物狂いというものも多ございますが、今回花形見は、愛する人を追いかけた状態の物狂いとなります。で、皆さんご存知の方も多いと思いますが、大体物狂いのこう方といいますか、まずは、親子の別れだったり、それから、そういう恋人たちの別れだったり、まず離別というものがあって、でそしてその後、探して追いかけるというふうなもので、その後、結末、いろいろな結末が訪れるわけですが、今回、王子、テルヒの前の愛しい人ですが、後の、慶太天皇になるわけですけれども、それが、即位をするので都へ行ってしまって、テルヒの前から姿を消すわけですね。そして、その後に残されたものはその愛しい人の手紙と花形に花籠ですねが残されるのみということです。そして、失意に沈むテルヒの前、そして、越前の国にいましたから、そこから、大和の国へ追いかけていくわけですね。で、他の物狂いっていうのはなんかこうもっと切ないイメージが多いんですが、私が花形見から受ける印象は、この花形見を持っていって、行列を邪魔したからというのもあるんでしょうが、その、天皇であるその思い人のになんとか思いを届けたいって言って、照妃が飛び出して、その花形見を撃ち落とされてしまうという所業に出会うわけですよね。でそこで物狂いのスイッチが入って、泣き叫んだりとか、その私を物狂いというなら、その花籠を撃ち落とす方が物狂いではないかというふうなものもあります。それから、逆にその物狂いの舞がその行列の先触れとなるのであるから、私は面白く物狂いをしてみようと言って、この、今日お聞きいただきますこの癖の、部分になるわけです。でここにですね、理不尽の逸話がこう劇中劇のように差し挟まれます。ただその、理不尽のこの逸話はですね、漢の中国の逸話になるわけですが、武帝が、亡くなった自分の愛しい妻を蘇らせたい一心で、反魂香という魂を返すお香ですね、そういうものを法術で、手に入れ、法術に頼って、ちょっと亡き妻と出会いたいということをやって、でその反魂香を焚いて、そのお香の煙の中にぼーっと理不尽が現れるんですが、また煙の中に姿を消していくという、そういう逸話が差し挟まれます。もう歌いというか、そののボリュームからしても、こうちょっとした挿入というのではなく、劇中劇のようにこの理不尽の逸話が差し挟まれます。さてここで照妃は何が伝え、もちろん、理不尽を思うように私のことを思ってほしいと、そういう気持ちで、この理不尽の逸話がそういう気持ちを表すために
この理不尽の逸話が差し挟まれるんでしょうけれども、皆さんはどのようにお考えでしょうか。例えばいろいろ考えられると思いますね。武帝は理不尽のことをこんなに思ってるのに、あなたは私のことを思ってくれないの、というふうに、責めるような感じかもしれませんし、いやもっとこう引いて客観的に考えて、いやでも反魂香でも一度理不尽の姿はふーっと浮かってくれるんだけれども、最後にはスーッと消えていく、そんな自分の哀れな身の上をただただひたすらに語っているのか。皆さんの解釈はどのようなものでしょうか。花形見というその恋人を追いかけて、毎年、まあ、今は天皇なのでなかなかそのよく本当に頑張って追いかけてきたなと思いますけれども、その愛しい人を追いかける物語の中にこの、理不尽のお話が癖として切々と語られる、この意味を皆さんそれぞれ、味わいながらお聞きいただけると嬉しいと思います。それでは花形見の歌いを金剛辰徳さんの独吟でお聞きください。愛しの
戦場なりいい一旦人間に去らず虚しき
古き木炉ひとり保とう形し ありがとうございました。それでは引き続きまして、再び大西さんに SP の解説をいただきます。よろしくお願いします。はい、再び、レコードの解説ということになります。先ほどはどうも申し訳ございませんでした。はい、続いてですね、先ほど東洋地根機株式会社オリエントレコードの、お話をしましたですけれども、実はこの金剛金之助、金剛巌というお二方の、録音は明治の終わりにも録音されております。で明治期、まだ日本にレコード会社がなかった時代ですね。明治36年の2月にイギリスグラムフォンから、技師が派遣されまして、東京で初めて、日本国内でのレコーディングがされました。で、当時は日本の中ではレコード版作れませんので、それを一旦本国へ持ち帰りまして、そちらでレコードの形にしてまたそれを日本へ輸出すると、日本は日本のレコード屋はそれを、輸入してですね、販売するといういわゆるその出張録音という時代がございました。で、イギリスグラムフォンに続きまして、アメリカコロンビア、それから、ドイツのベカグランド、フランスのパテですね、それから、アメリカビクターといった会社が、次々に日本で、録音して、原版持ち帰ってまたそのできたレコード版を日本輸出すると。で最後に、ドイツライロホンという、会社がですね、明治の42年か3年かそれぐらいに、やってまいりました。で都合このドイツライロホンは日本で3回録音したんですけれども、洋曲のレコードとしては、全部で20枚、一応今のところ発売が確認されております。でこの20枚の中に、金剛金之助、金剛巌のレコードが5枚今のところ確認されております。その他の顔ぶれといいますと、橋岡九太郎が4枚、それから、関税義行が4枚、それから、梅若万三郎が4枚、北六平太、それから北六平太、それから金子亀五郎ですね、このお二方で3枚、そして、金剛巌、金剛金之助で5枚という、全部で20枚、ライルホンは録音されたようです。このような、レコードですね。これは勧進帳ですけれども、レコード盤の上に像が乗っておりまして、像が乗っても割れないというのが一応キャッチフレーズだったようで、そのような筆箱が昭和に入りましても、ございましたですが、非常にこれ表が緑で裏が、赤のレベルという非常に鮮やかな、デザインになっております。これはいけますかね。はい、それではこの金剛金之助の独吟ですけれども、勧進帳を、お聞きいただきたいと思います。
これから第3部に移りたいと思います。大鼓の一丁で勧進帳を演奏していただきますが、私からはその前に、一丁について、音楽的また歴史的な話お話をさせていただきたいと思います。画面を切り替えます。今日ダウンロードしていただきます資料にはその後、勧進帳についてのことも、資料も載せましたけれども、これはまたダウンロードしていただきゆっくりご覧になっていただきたいと思います。一丁という演奏形式について、現在、普通に言われる説明というのをそこに挙げました。これは小鼓、大鼓、太鼓の、打楽器のいずれか1種類を1人で演奏し、それで歌いも、1人で歌う、つまり打楽器1人と歌い手1人の、共演であるということです。そしてどういうところを演奏するかといいますと、変化に富んだ聞かせどころを演奏する。先ほど歌っていただきました花形見の癖も、各流が、一丁に取り込んでおります。でまた花形見からは、リズミカルな狂いという部分もありまして、これも、林の各流が一丁として、演奏いたします。で次、その打つ手ですけれども、例えば勧進帳を打っていただくわけですけれども、能のあたかの勧進帳の場面で打つ、手とは違う特別な技巧的な手を打ちます。そして、どういう曲があるかというのは現在は流儀ごとに決められています。交流の小鼓でしたら30曲、大蔵流の小鼓でしたら43曲とかいうふうに、流儀ごとに決まっています。でどこでどんな手を打つかということも、これは現在は流儀ごとに、決められています。そしてこの一丁というのは、力量のある演者にしか許されない重い習い事であります。これを少し歴史的に見ますと、今、画面でご覧になっていらっしゃるいただいてます、星印に黒いのと白いのとありますが、白い部分がちょっと歴史的な変遷のあることで、そもそも一丁という言葉ですね、これは、打楽器一つを指すことであります。で字は、そこにありますようにいろんな書き方がされていました。でこの一丁という言葉自体には習い事という意味は含まれないわけで、その場に居合わせた、打楽器奏者とで歌いの人が臨機応変に歌って演奏して楽しんでいたという性格のものです。ですから歌いも、し手が一人でなければいけないというようなことはありません。数人で歌うことが多かったです。また、多くの替えの手というのがありまして、いつ、どこでどんな手を打つかというのはこれはもう秘事に属することでありました。これはまあ今でも多少残されていて、家による特別の手というのが生かされることがあります。次に出していただきましたのは少し古い時代の、一丁の様子です。左側の写真はちょっと、見にくいですけれども、後ろに助言者が2人ついております。石流の一丁を打っています。で右側の、下の方に金剛右京の、芸壇というのを出しました。これはあの普通、普通には助言を連れて歌うのだということが書かれています。ですが、重い一丁は助言なしといって、歌うら勧進帳は助言なしと言っています。でこの一丁を、一人で歌うのか数人で歌うのかということは、江戸時代から近代まで通じていろいろな説が言われていまして、助言が正式だという書いてある資料も決して少なくありません。ですが通底しているものとしては、一対一が本当は理想なのだという考えが古今と通じて同じであります。ではこの写真や絵のようになぜ助言がつくのかということですけれども、一つにはこれは歌うのが大変難しいという、まあ、率直な理由があると思います。現在と、この写真やこの江戸期の、時代とはかなり条件が違っていまして、
どういう表紙取りをするか、どういう手を打つかということは秘事ですね、秘密に属していました。現在のように能楽師が一通りの囃子も型も習得し、一通り習得して臨むという状態とはかなり違っていました。でまた、打つ場所が大名や、貴族の前で打つとなると、間違いがあるとおとがめ、おこむるというような条件もありました。もう一つ、考えられる条件として、囃子が出家、謡が出家という、これは伝統的に、ずっと問題とされてきた、論争があります。で矢左衛門芸団、島矢左衛門氏、先代の、現在ご活躍の矢左衛門氏の、先代になりますが、その赤い字のところだけいきますと、一丁というのは、主従の関係が逆になると言います。しかし、して方と囃子方と一丁においては全く互角であると言うべきであろう、一騎打ちの戦いというのである。でこれは、現在の我々の感覚でいうと、全くその通りだと納得できるのではないでしょうか。でこの主従の関係ということがよく言われます。どういうことかと言いますと、下の、八条家伝書、これはもう室町末期から江戸初期の、伝書でありますが、太夫は一座の大将、花を司る神なれば、神というのはこれ華道で花を立てる時の中心に立てるものですね。神なれば、いろいろに赤いところに飛びます。いろいろさまざまにわがまま振る舞うなり、わがままというのはちょっと違う、わがままにですね、振る舞うなり、囃子よく工面をやり、油断なく心うべし、太夫の働きのいかにもいかにも良きように囃子よりもてなすこと寛容なり。でその後も、いくら囃子が上手でも太夫の働きに合わなければ芸は下手だと、心うべしとありますように、太夫が、あくまで主役であって、囃子はそれを引き立てる、花で言えば、立花で言えば下草の働きなのだ。でこれは、表現はかなり、はっきりした表現をしていますけれども、舞台芸術としては、まずまず、理屈としては納得できるのではないでしょうか。そして、この主従の関係、つまり主手を引き立てなければならないというのはその通りだと思いますね。でも一丁の場合は、打楽器の方が特別の手を打ったりして目立つので、ここに、主従の関係が逆になると言われているわけです。で実は今日はご紹介しませんが、それゆえにですね、一丁という演奏形態そのものに対する非常に強い拒否反応というのもあったことが事実であります。でも、それにもかかわらず一丁が愛されてきたのは、やはり、優れた技量と優れた音楽感覚を備えた演者同士が存分に力を発揮する、互角に力を発揮するというところに一期一会の妙演が生まれる、そういう音楽としての魅力があるからであると思います。で あたかの勧進帳は歌いとしても大変思い習いものでありますし、また一丁というのも思い習いものであります。今日はこの2つの、習いものが重なって、力演になると思います。それでは勧進帳の一丁をお聞きください。歌い金剛久典さん、大鼓川村勝さんです。よろしくお願いいたします。より勧進帳をおらばこそ、おいのうちよりおらいの巻物一貫
リードし勧進帳と名付けつつ高らかにこそ読み上げけれそれつShoot your bow.
たんびと肝を消し恐れをなして遠しけり恐れをなして遠しけり。それでは引き続きまして、インタビューに入りたいと思います。まず最初に、神村雅先生にお願いします。よろしくお願いします。大変素晴らしい演奏どうもありがとうございました。間近に聞かせていただいて、大変迫力があるものだと思いました。普通に質問ですけれども、普通に勧進帳を打たれる場合と、こうやって一聴される場合と、大雑把に言ってどのような違いがあるんでしょうか。1対1ということの緊張感ですね。緊張感を大事に、それにしかし飲まれないように、いつもの脳で打っている、小鼓と一緒にやっている時との緊張感ももちろんそれはそれで大事なんですが、やっぱり一人っていうことは他に一丁でしか、もうほとんど経験することがないことですので、非常に緊迫感があって、その中でやるということが、やっぱり心持ちが違うということですかね。同じ作品でも勧進帳の場合はどうかあれですけど、その一丁でするか どこでするかっていう違いってありますよね。その違いっていうのは何かあるんですか。独丁ですね。独丁と言いますけども、常の手を一人で打つというものと、やはりこれは常の手でない特別なものを打ってますので、相手とのその呼吸の駆け引きみたいなものを大事にしますので、もちろん常の手を打っている独調でも何らその一体、やっぱり一対一ではあるので、緊迫した空気というのはあるんですけども、一丁は常に打つ手とは違うものを打つということが、そこが大事なことですね。だから歌っている方もいつもと違うところにこうちょんと入ってきたりすることが、緊張感がさらに生まれる。拍と拍の間にこう入れていくような、そうですね。そういうことが常の脳の中には大鼓はないので。そういうことありがとうございます。そしてこの一丁のこのバリエーションみたいのがはいろいろあるんですか。その 手そのものの手はですね、一応決まっております。でもいろいろ過去のものをくればいろんなこんな手もあるんだとか、こういう手もあるんだなとかっていうことはあります。そういうものをこっち打ってみた方が面白そうだなとか、そういうことはありますから、何でもそうですけども、一つに決まったことではないですね。今日は何か特別に考えて臨まれましたか。今一応決まっているものの他にも見てきました。どういうものがあるかっていうの、今決まっているものが一番いい。そうとも限らないん
ですけども、うん、一番何が一番いいということもないんですけども、うんうん、今日はまあこれを打ってみようかなということはあります、うんねはい、これをまあ一応習い物ということで石井流でも大切にされているものだと思うんですけど、はい、一丁はまあ30番近くあったと思いますが、まあ一応流儀の中では分けがありまして、普通の一丁と、別習い一丁と奥習い一丁、曲の格によるのか、どういう分けでそういうことなの分けがあるのか、多分まあ手組だけで言ったら難しいものも普通の一丁の中にたくさんありますので、うんまあ、曲の格かなということも ありますし、うんやはり勧進帳というのは一番あ別習いになってますね、うん、高い、はい、うん、いや本当にありがとうございました。まだいろいろお聞きしたいんですけれども、はい、この辺りで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。それでは引き続きまして、今後久典先生にお入りいただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。非常に間近なところで拝聴させていただいて、昔の将軍とかそういうパトロンたちはきっとこういう近いところで聞けてたんだろうなというふうな感じで、そういうことを思いながら、まあ、それにしてもやっぱり金剛先生のお声が非常にこう広いというのがよく金之助なんかの声のことを旅の張った下がかりの下がかりの、ねそうね、旅の張った声、朗朗たる声っていう、ねねはいはい、いう感じがこうずっとこう下の方に広がる感じが、はい、やっぱり近くで拝聴していると非常によく分かりました。で質問なんですけれども、はい、今日一丁お勤めいただきましたが、はい、この一丁において特に大切にされていることっていうのが何かございますか。そうですね、まあ小野の場合ですと修行しそらないでねお入りされるんですけど、一丁というのはその中のお一人とお相手させていただきますんで、まあ空間が結構空くんですよね、うん、そのお一人ですから、まあ、一度の手よりはたくさん打てられますけども、うん、まあですから能の場合はもう割と修行してこう白がきっちりとこう定められますので、自由度はあんまりないんですけど、一丁の場合はこうある程度の自由度がありますから、音楽的にはその自由度が活かせられますよね、はい、で、まあ、四角四面には歌わなくて、結局あれですね、外れてしまうといけないんだけども、愛すぎると多分一丁だと面白くないだと思います。そこに外しなんかを打たれるということは、そういう外すというイメージがお囃子の方にもあられると思いますんでね、外れてはいけないけども、ある程度の自由度があって、相合わずみたいな雰囲気を思いながら、やっぱり一丁はいつも歌わせていただいておりますけど、やっぱり自由度が高いと思いますね、はい、まあ、それにこの勧進帳なんかは、おのおですと立って、歌いますし、もう肩してずっと肩していろいろやってきて立って歌うから大変苦しいんですけど、うん、そういった意味でいくと、この歌い物で独調とか独吟とか一調とかで座って歌った方が本当には音楽的には歌えますね、はい、この読み物っていうのは習い物、はい、そもそも習い物で、はい、普通は許しがないと歌えないっていうようなものだったんですけども、やはりこの習い物で特殊な歌い方っていうのは何かあるんでしょうか。ああ、そうですね、やっぱり多少その音楽的に工夫はしますね、はい、でこの本来この勧進帳っていうのは昔は連れと一緒に歌ってたんです。
そう、もうこれ全く自由のないですよね、みんな一緒に、それがだんだん一人で歌うようになって、小書きではありますけども、まあ、一人で歌うようになってきたのは、自由にやっぱりこういう音楽は歌うべきだというんで、釣りを歌わさないで一人で歌う、うん、それをより一層その音楽的に歌うんだと思います、はい、なんかあの先代とか先々代とかからこういう風なに歌ったらいいよみたいなご注意とかありますか？それはね、普通に節付けに書かれてる節歌いとはちょっと違いますよね。それは父も違って歌ってましたし、うん、さっき流れた金之助なんかもっと違いますよね。そうですね、実際ね、そうですね、だからこれ自由だったんです。結構歌う、歌いは、はい、先生はあの、まあ、金之助の今120年ぐらい前の録音なんですけど、はいはい、あれを聞いてどのように思われましたか？あ、やっぱり中音というのは新しい歌いだとよく言われますよね。完成するのが随分近いんだと、もともとはまあもちろん強気に弱気にって歌ってたんだろうけど、弱気にずっと近いんだと、うん、まあ、聞いてたんですけどね、いや聞くとやっぱりそうですね、はるかに弱気に近い。そうですね、だから今歌ってる強気というのは結構近い時代にできか、こうなってきたんじゃないでしょうかね。そうかもしれませんね、はいはい、ただまあ金之助の時代も他の曲ではもう少し、そうですよね、中音という言い方をするんですよ、うん、よくですから幹事長なんかもそのうちに入るんでしょうけど、癖の強音ね、 あ、はい、あれは本当の強音では歌わないというのは、まあ、聞いてはいるんですけど、今はもう実際強音で歌ってます、強音の癖は。もっとあれは弱音に近いようには音程つけて、はいはい、うん、歌うべきものらしいです。中音って真ん中の中音、はいはいはい、そういうふうに今も中銀は残ってるんですかね。中銀、弱銀から強銀に持ってくる間とか、はい、中銀からまた弱銀に間に、その間に、その間のところにあるんですね、間にね、はいはい、中途半端な銀を歌うんですけどね、はい、金剛流の歌い本にも一応そういう書いてあるんですね。中銀、はい、書いてます、書いてます、はい、はい、なるほど、なるほど。いや、だいぶ録音聞かれてショックを受けられるんじゃないかなと思いますいや、大体思ってた通りです。ああ、はい、多分昔は強銀そういうのだったんだと思う。ああ、はい、ああいうのを、まあ、舞台でもやっぱりちゃんとそういう形で歌ってたんです、はいはい、ですから、これやっぱり歌いの中に今も残ってまして、はい、どこですかね、スセンレンゲだとか、東来とかいうようなところは強銀ではなくて、はい、半分弱銀みたいな調子がお入れながら歌ってます、今。ああ、そうですか。はい、東来って どんな感じ、この世にて無比の楽に誇り到来にてはスセンレンゲの上に座せ、この上げ先が今の中銀よりはちょっと弱銀調が残ってますよね。それは沖縄の歌いなんかにも残ってますけどね。あ、なるほど、はい、それはもうやっぱり先生、先代からのもう口頭伝授みたいな。うちの父は諸世岩尾から習って、はい、まあ諸世岩尾と金之助はすごく歌が違ったと言われてるんですけど、まあ、やっぱりそれはつながってきてる部分が多いと思いますね。時代的にもね、そういう強音が変わっていく時代でしょうから。はいはいはい、じゃあその、それでは辰徳先生にもお入りいただいて、一緒にお入りいただいて、ちょっと強音のお話を続けたいんですけれども、場所あります？もうちょっとこちらに、はい、じゃあどうぞ。あ、あれ、あ、じゃあ並んでいただいて申し訳ないです。はい、どうも上部銀で、はい、ありがとうございました。花形見というのは、ヤマンバ、それから歌浦などと並んで南癖と申し上げるんですかね。南癖、南癖って何ですけどもどういう点が難しいっていうふうに認識されておられますか？やっぱりいずれもね、その二段癖と言われるの長い、ね、長い、指定の真ん中のね、アゲハ歌いが2つあるね、しっかりとした、まあ、ボリュームのある癖で、うん、でもやっぱり舞がその非常によくできてますよね。歌いの師匠に合わせて、まあ、本当に、まあ、逆にその歌いの方がね、舞にちょっと合わせていってるのかなというところもね、うん、あるような、そういう緩急をつけて、そうですね、急に進めたりとか急に締めたりとかね、とってもドラマチックな色合いが、ね、そういう、ね、そういう、まあ、まあ普通のね、癖の歌い方であまりしない演出をする、まあ、そういうところでやっぱり独特の
まあ、3つのね、うん、あの癖だなというふうに思いますね、うん、はい、本当はあのなんか今度また お願いするときはわがまま言ってあの舞いながら歌っていただきたいあのであの、まあ、今の金剛流の癖ですけれどもあの強銀ですね、はい、癖の強銀っていうのはやっぱり普通の強銀とちょっと違うっていう感じなんですね、はい、そうですね、まあ、今ね父が申してましたけども、やっぱりそれぞれにまた違いがありますよね。あのこの3つの曲の中でもねまた少しずつ違うと思うんですけどもね、うん、はい、あの、まあ、特に歌ってて音の取るのが難しいのはやっぱり歌裏の癖なんかは難しいですよね。それ独特の普通に歌い本通り歌ってるだけでは、うん、なかなかね、うん、あのまあ長老のね地頭の先生が歌っているのを助言させていただくとね、うん、その通りにならないということはね、うん、まあ、よくありますので、まあ、そういうところでやっぱり私あの花渡りの癖なんかも流儀の長老のね松野さんにあのよく稽古してもらいました、うん、あの地唄やる時にねこれは難しいやつでね、うん何回かその稽古をつけてもらってそれであのということがありまして、やっぱりそういう歌い本通りに歌ってるのではとてもこれはできないんだよというのをね、あ、まあ、いずれの曲でも言われましたですね。あ、はい、まああの強みの癖の中でね割とおすすめやつはいいんですけど、たっぷりしたやつありますよ、三行作家とか、ああいうのを本当に普通に強みで歌ってしまうと、うん、結構面白くないんですよ。あ、ちょっとやっぱりあの昔風の音程が少しつくと面白いですよね、うん、そういうゆったりした中国の癖というのはね、それはもう歌い本の記号ではわからないんですか、ね、そうですね、はいはい、歌い本の表記というのは便宜上のものやから便宜上です ね、まあ、コートしか書きようがないなという感じでね、まあ、強みのところもごま手が上向いたり下向いたりしてますけど、うん、その通りに行くのかなと思ったら、はい、金之助のとか全然行ってなかったので、はい、昔の本ほど上下が書いてありますありますね、やっぱりあったんですよ、実際あったんですね、実際押さえ上げがやっぱり実践に基づいてそれをほとんどの人で今はね、書きますけどね、あんまり意味だと思う、はいはい、まあ、なんでやっぱり本の表記に引っ張られちゃうところがありますよね、うん、どうしても若い役者ほどね、それは本当は良くないことなのだろうと思うんですけれどもね、やっぱりそういうところ多少はやっぱありま す、ね、はい、まあでも合わせ揃えて歌おうと思えばなかなか、まあ、そうですね、そういうところもあるでしょうけど、うん、辰野先生はあの金之助の歌いを聞いてどのように思われますか？5代前になんですかね。私は衝撃ですね、あれはね、本当にまさかあそこまでね、うん、本当にその中銀をね、うん、で歌うとはねちょっと思ってなかったので、うん、やっぱり金之助の歌いって言いますと、もう我々話で聞いてるのはね、もう非常にその下分かり本流のね、うん、まあ、うん、強い芸でやったということをね、うん、まあ、聞いてますから、うん、あの少しまあ意外性はありましたですね、うん、はい、うん、まあ、多分コンパルさんが変わってられないんですね、これで聞くとね、下掛の中でコンパル流がね、はい、お歌いを変えてられないんだと、あ、でやっぱりあの金之助の歌はやっぱりコンパルに近いです、あ、すごく、はい、だから昔の下掛は北もそうだったのかもしれませんが、うん、まあ、コンパル流みたいな歌いだったんです、うん、声のこう出し方もね、はい、きっとね、はい、わーわーってね、うん、わーそうですね、今みんな結構ねぐっとその絞ってね声を出しちゃうんでね、感じ流がこう大きくなって広まって人気があるから引っ張られてまあやっぱり初世岩の時に変わったんじゃないんですか、やっぱりね、初世岩さんよく言われますよ ね、やっぱり ね、 ねちょっとそのね経験の風があったというね、今後コンパル流がわーんだったらこう金剛流はこうどう行こうっていう抱負みたいなのないですか抱負ね、今ああいう歌い方する人も全くいないですよね、やっぱり流儀の方ではね、うん、ないですね、うん、まあ今後ね先祖返りするということもおそらくまあないかなとはね、うん、思いますんでね、うん、まあもともと金剛流はねよくコンパルを父として関税を母とするっていうね、うん、まあ流儀なこと言われますから、うん、まあやっぱり間を取ってね、うん、行くようなことをきっとずっとしてきたなと思うんですけどね、あ、はい、あの歴史的に見ても三次郎はやっぱ下掛風で、貞之助が上掛風、その金之助が下掛風で、諸星は上掛風、なんか降ってる風になってる風になってるみたいですか、はい、あ、なるほど、はい、あ、面
白いですやっぱりその両方お父さんお母さんがどちらが好きかというのでこう触れる、でもやっぱハイブリッドは強いですから、あのまあそうですよねハイブリッド北さんもそうみたいですね、まあ、北さんもね触れたみたいですよね、七大湯と十大湯でこう、いやもうだいぶ時間もなったので最後にあの辰徳先生に今非常勤講師でずっと教えてらっしゃるので、あのやっぱり若い大学生に対してメッセージを一言お願いしたいんですけど、私あの非常勤でねあの指導させていただいているのと同時に、まあ、農学部の方のねクラブの指導もさせていただいてますけど、やっぱり脳はねこうしてその鑑賞するだけでなくてあの自分で演じて歌ってというね、これがやっぱり本当は面白い意見だと思うんですね。やっぱり歴史的に見てもあの豊臣秀吉とかね、みんな江戸期の大名とかもやはり自分でね舞台を務めるというのが好きでしたから、まあ、そういうやってみるとなかなかね簡単そうに見えて思うよりね全然声が出ないとか体が動かないとかね、まあ、そういったことを経験して、まあ、自分のねそういう身体性と向き合ういい機会にもなりますし、ぜひそのそういうね少しあの、まあ、気軽に本当にね、あのお稽古とかそういう体験とかにね、参加してもらって、あのこの稽古をしてというねそういう魅力に触れていただきたいなというのは思いますね、はい、やっぱり身近にやっぱりこう感じることができるっていうのは本当に鑑賞力も上がりますし、と思いました、はい、今日は本当にあの素晴らしい演奏をどうも本当にありがとうございました。ありがとうございました。ではあのもうここ3人で、今日は、こういうことで公開講座をさせていただきました、皆さんまた、公開講座は来年も今年も今年度中もまた続きますのでまた、ご覧ください、それではどうもありがとうございました。